の筑波町を紹介してるね。ああ、お店があるそうなんだ。ちょっと戻る気があれば。ここいいよね。ここもいいけど、ぎゅ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 っと来て、こっちもこっちもいい。
今日は平成29年の6月の24日土曜日です、はい。ここは足立区の舎人公園です、はい。今日は第72回です。22回かな、限界散歩足立区を回るというところで、はい、今日は JR の JR の北千住を出発、9時半過ぎに出発して、今ここは今現在13時45分です、はい。歩いた距離はなんと 16.2 キロ。お、すごい歩いてるね。でこれ今日はですから、北千住をずっと、荒川沿いに歩いて、はい、それから農業公園を経て、はい、さっきはあの美味しいラーメンを食べて、はい、農業公園まで来ました、はい。これからずっとどちらのアークでしたっけ、まっすぐ東から西から綾瀬の方に行きます。綾瀬駅が今日終点です。綺麗ですね。
6月24日土曜日です、はい、ここは JR の綾瀬駅です、はい、今日は平成、第71回の限界散歩の、はい、足立区を、一周するという、はい、企画です。大丈夫、はい、大丈夫です。9時半に、北千住の集合して、はい、そこから、ずっと歩きまして、荒川沿いに歩いて舎人公園を経由して、はい、それからあと、元淵江公園、それからそこあったのが新名路、六本木、二歩道を歩いて、今、綾瀬駅に戻ってきました、はい、今日歩いた歩数は 47,718 歩、はい、距離にして 32.8 キロ、はい、久しぶりの30キロを超えた、歩きでした、はい、素晴らしい、皆さんと楽しい、はい、限界散歩を経験することができました。はい、初参加もいました。で次回も年30キロを超える、限界散歩を楽しいと思います。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、はい、万歳万歳万歳。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、じじじじ、よく歩きました。